待ってたかい。5月だね。5月ですよ。もうあっという間です。5月です。はあ、忙しかったです。これからのちょっと忙しいけど大変でした。最近困ってることは時間がないです。時間がないない。メール取り始めたの。いい、いいですね。オフショットがいっぱい届きますよ。もう気づいたら5月だもん。まだ10月の気分。もう亡霊だからさ、10月から進めてないんです。亡霊です。永遠に。ディグった。見ましたか。ありがとうございます。そう、もうすぐお誕生日なんですよ。ソロライブ来ますか。お誕生日プレゼントは皆さんの行動力がいいな。ソロライブに来るって、まあ、現地でお祝いしてほしいな。現地でお見送りはしたいって言ってる。できるかわかんないけど、お見送りしたいって言ってる。ソロライブの思いは伝えてる。どうなるかはわかんない。ちょっと言えない。私からはわかんないから。ありました。皆さん、来てくださった皆さんに渡す。いっぱいね、書いてるんで。激おもな。これ普通に書いてたつもりなんですけど、見えますか。いっぱい、結構いっぱい書いたんですよ。一枚一枚まだ書いてるんですけど、まだ書き終わってないんですけど、書き終わってないんですけど、あの普通に書いてたつもりなんですけど、結構激重な、なんかメッセージカード出来上がってる気がする。カホは人生最後の推しにしてね、とか書いてる。さあみんなは何が当たるかな。そう、なんか（笑）まだ書き書き中なんで、楽しみにしててください。これはもう来た人しかもらえないから。
書き書き中です。今日60枚ぐらい書いたかな。ずっと書いてた。もうこれ4月頭ぐらいから書いてるんだけど、書くのが遅いのかな。あ、そう、でもね、あれだわ、ペンでタイトルと、カラーペンでタイトルとサインと日付書いた後に黒ペンでメッセージ書いてるから、あれかも、2回通り書いてる感じ。ソロライブのグッズはなんか5月の10日ぐらい、10日11日ぐらいって言ってる方がね、あのファンの方がちらほらいました。来た方全員です。来た方だけ。こんばんは。はあ、全員ですよ、全員。カホリンのサービス精神すごいから楽しみにしててください。元気よもメッセージカード来たらね、来たらもらえるよ。生誕くじはなんと、あ、でもまだあれかな、正確な返答が来てないのでうんあれなんですけど、ボリューミーにしました。今年の生誕くじは全体的に メッセージカードは入れてないです。5月やばいよ、5月やばい。今年はね、まあ、缶バッジはあるんですけど、
チェキもあります。そう、髪自分で切っちゃったひひ。今年の生誕くじはなんと、えいしょ、も、美女も、お手紙を含んでいますね。ソロライブまでにもう一回付け直すの、エクステを。ちょっとね、もう伸びすぎてエクステが言うこと聞かないから新しいのを付け直します。生誕くじ許可が下りるか分かんないんだけど A 賞はお手紙とビデオレターと新しいあだ名を考えてあげるよっていう。そう、出会った時からみんな今の名前だけど、私があだ名をつけた方ってそんないない、書かれてみたいな言われて、おペペってノリで決めちゃったぐらいの人しかいないので、あだ名を、ファンの方のあだ名を考えたことってないなって思ったの、ちゃんとだからありかなって。あだ名使わなくてもカホが呼ぶだけカホがそれで呼ぶ。なんか A 賞はあだ名と、まあ、お手紙たっぷりぎっしり書いたお手紙はいつも通り A 賞のぎっしり3枚ぐらい書いた、4枚かな3枚かな、ちょっとどっちか忘れてたけど、ぎっしり書いたお手紙とあだ名とビデオレターですねにしていて、B 賞がメンヘラレターです。 A 賞はちゃんとその方に向けたこう思い出とかこれから一緒にしたいこととか、ちゃんと佐藤果歩としてあなたに書くお手紙なんですけど、 B 賞はメンヘラレターなので、あの激重なカホリンがお手紙を書きます。とボイスメッセージにしました。お手紙とボイスメッセージ、なんかまあ後で後出し追加でビデオレターとボイスメッセージもつけたいって言ったので、それがつけれるかどうかが今確認中なんですけど、ボイスメッセージはもうなんかメンヘラ、メンヘラというかなんかそのこう何何々さん、いつもさんとかつけないんだけど呼び捨てだから基本的に、何々いつもありがとうみたいな感じじゃなくてもうふざけた感じの
ボイスメッセージを送ろうかなと思ってるので、バカバカって言ったボイスメッセージを送りつけようかなと思ってるので、 B 賞はね。で C 賞がこうチェキですよ。チェキチェキ。で B 賞、ABCD、 D 賞がペンライトステッカーにしました。透明の佐藤果歩、まだ考えてないんですけど、何種にしたっけ、何種にしたか忘れちゃった。ペンライトステッカー、ペンライト、お昼とかに、お昼とかにペンライト振っても見えないよって見えないよっていうか、見えにくいと思うから、色付きのやつとかいいんじゃないかなみたいな言ってくださった方がいて、いい話を聞いたぞと思って、その透明なんだけどオレンジと黄色でこう名前入ってて、で普通に入れるやつとかも考えたいなと思っているので、ペンライトステッカー ABCD、 E 賞は缶バッジです。毎年恒例、毎年かほりんの生誕祭をやってくださってる方がこう毎年こう集めれる、なんかシリーズ化した缶バッジも入れてるので、こうその年だけじゃなくて、こう集め、毎年の誕生日をお祝いしていくことに意味があるような、そんな缶バッジも考えてます。で F 賞が27歳になった私が今叶えたいと思う20個の目標、夢を一個一個画像に書いてるので、どの画像が出てもこう引く価値はあるかなっていう。っていうのを考えて作りました。ソロライブくじの方が先に開催されると思うので、まあ、ソロライブくじはまあ、公開されてのお楽しみなんですけど、生誕くじはそんなラインナップになっているので、ソロライブくじにお手紙は入れてないですお手紙とかペンライトとかそういうのが欲しいよって方ソロライブくじで回しすぎないようにくじは沼なのでほどほどにね
それライブの方もあやばいあれだ考えないといけない。ソロライブくじの方は普段生誕くじで出さないようなラインナップにしました。王道王道にしました。くじのみんな沼だからね。あでお手あとあれだ生誕くじの方はソロライブくじの方はなんかこうGO10、20とかにしたかな人数ちょっと忘れちゃったんですけど、生誕くじのは5月16、27の人数にしてました。ちょうどいいなと思って数字が。なんで16とか27とか中途半端なんだろうって思ったらちょっと誕生日と年齢かと思ってください。そう、年齢のところは増えていきます。減っていくかもしれない1997 それがあっても面白いかも。いいよ毎年生誕くじの開催のたびにかおちゃんが年齢を重ねることにありがたみを感じる生誕くじですね。倍率がありがたやありがたやって回してこう生誕くじ回してください。ちゃんと27歳に見えてるかな。そんなさなんかさ恐れ多いよ27歳ですなんて言えるほどなんかいいお姉さんに慣れてるだろうかと思っちゃう。27歳にしてはガキすぎないかなって、私が名乗っていいのかなって思っちゃう時ある もっと十分魅力的なんですけど今もでももっとなんかね欲しいよね話全然変わるんですけどお香って炊いたことあります？最近気になってるのお香
お香って炊いた方がいいらしいよ。なんか悪いものがついてた時にお香を炊くとやっぱりいいみたいで、心霊的なね。その全くそういうのに興味ない人とかよりお香が好きな人の方がなんかそういうのがつきにくいんだって。最近ずっと見てるからさ、こうあのドラマ見ながら書き物とかしてると全然進まないのね。だからこう都市伝説とか心霊の動画をこう垂れ流ししながら書いてるんですよ、書き書き。そしたらそうやってお話ししててお香を炊いた方がいいかもしれない私もって思った。でも最近、あ、でもこういうこと言うとちょっとフラグ立つからやめとこう。うん、落ち着いてる最近。なんか悪いことが起きることもなく。そう、もうね、今年になって休園とかしてないじゃないですか普通なんだけど、それが普通のことなんだけど、私にとっては普通じゃないというか、普通に過ごせるのが奇跡ってくらい私は普通に過ごせないタイプだから、超心配なんです。でも心配しすぎるとそれが裏目に出るから、うん、気にしない方がいいんだけど、心配なんですよ。心配しない方がいいって思う分、思うとより心配になる。だから今日が何日か考えないようにして生きてるの。あ、気づいたら明日誕生日だぐらいのテンションでいないと絶対に何かが起きる。いやー、フラグ立ちそう。まだ4月、まだ4月、まだ4月まだ4月2日とかって思ってないと何か起きる気がして、でも寝てるんですよ結構ちゃんと。寝るし食べるし、
こう負荷をかけないようにしてるので、気持ちにも体にも。あ、でもダイエットはしてる。今日も早く寝よう。緊張しいなのよ。なんかさ、何でも自分で言うのもなんですけど、何でもやりこなすように思われがちなんですよ。だし、なんか割と何でもやり遂げれる方ではあるんですけど、なんかそんなに心配されない、心配されすぎるのもちょっと嫌なんですけど、なんかかほちゃんなら大丈夫だろうと、大丈夫でしょって思われがちなんですけど、超緊張しいなんです。超緊張しいなの知ってる？まあでも本番に強いのもあるけど、めっちゃ緊張しいなんですよ。だから心配。0か100なんです、困ったことに。超緊張してるか全然してないか、どっちかな。ソロライブは緊張する。ただリアクションが薄いから見えないだけだと思う。私がこう緊張してるとか不安とかそういうのが多分見えないだけだと思う。まあでも始まれば終わるとも思ってる。どっちだよって感じだよね。なんか緊張するし不安だし、こうなんで緊張してないように見られるんだろうって思う部分もあるけど、なんか始まれば終わるし、正直私ならやり遂げれるはずって思ってる部分もあるんです。矛盾してるのは分かってる。だけどなんだろう、今までの
自分の経験があるから、流血しない限り大丈夫って思ってるの。もし何かがあっても流血しなければ大丈夫って思ってるから。そう、自分を信じてる。信じすぎ、信じすぎちゃダメ。自分を信じてるけど信じすぎちゃダメなのよ。慢性、慢心ダメだからね。セリないからきっと。わかんないけど。だから、うん、あとはなんだろう、欲張らないって大事だと思うの。今までの自分の努力とかの上にこう成り立つ姿があると思ってて、限界を超えることは大事だと思うけど、欲張るのは本番のステージでは出しすぎちゃダメだと。あの吹奏楽部の時に悩んでるな、学んでるので。そうそう、欲張ることと限界を超えることは違うから、そう、欲張るのはこうね、準備の段階でやることだからで思うようにしてるの、本番。本番前そう、新公演の初日も今の私が今いつも通りにやることが私が出せる 100% だからと思って、 100% やってる中で 120% があるから欲張らないと思って、うん、私が 100% を出したらファンの方が 120% に一緒に引き上げてくれるので大丈夫だと思う。
でも劇場に初めて立つ時もさ緊張してたしさ、初アンダーとか初日とかゲネとか、それをたくさん経験してるわけだから、大丈夫だと思いたい。覚えてるよ、2016年の12月の234とかだっけ、12月のカンガルーをね踊ったんですよ。あの時は失敗したよ。佐藤かほです。映像あるかな、いつかどこかで流してほしい。自分の名前を言うだけなのに、懐かしいです。その時よりは成長してるから絶対大丈夫。なんかチーム S、チーム K2、チーム E の公演の前座として8期生が12月のカンガルーを劇場で披露したんですけど、最初に順番に名前言っていくんですよ。その時にファンの方が何々ちゃんってコールしてくれるんですよね。私の場合だったら佐藤かほですって言ったらかほちゃんってコールしてくれるんですけど、まあ、3公演あるうちの1つ目、まあ、1回目、佐藤かほですって言ったら多分名前が聞き取れなくて、うわーみたいな、かほちゃんじゃなくてうわーみたいな感じだったの。だから名前聞き取れなかったんだと思って、じゃあ佐藤かほですって言ったらかほちゃんって、安いなと思って、佐藤かほですって言ったらなんかザワザワっとしたの。かほちゃんってより佐藤かほですって言ったから佐藤かほですって言うと思ってみんなかほちゃんって待ってくれてたのに、佐藤かほですって言ったからなんか入るタイミングをこうみんなの入るタイミングを私がこううって止めたことによってずらしちゃって、かほちゃんみたいななっちゃって、に2日目ね。で、まあ、3回目、まあ、SK2E とあったから、まあ、その順番かどうか忘れちゃったけど、佐藤かほですか佐藤かほです、どっちで行こうって悩んでたんですよ当日。どっちも失敗だったと。じゃあどうしたらいいんだと思って、どっちがいいんだろうって8期とかに相談して、
藤花穂ですじゃないみたいな。でも佐藤花穂ですって言ったら聞き取ってくれなかったのみたいな話をしたら、じゃあ腕止めた方がいいのかな、佐藤花穂ですみたいな言ったらみたいな、いろいろ話してたら結局なんかもう分かんなくなっちゃって、自分の名前言うときに、ね、3日3回目も分かんない分かんなくなってたんですよ。佐藤花穂ですみたいな日本人みたいな感じの多分挨拶になっちゃったんですよ。3回目、崩壊してた。だからなんか、まあ、一番3回目が皆さんが名前呼んでくれたような気がするけど、こう名前を言うのって難しいって思ったんですよね、やっぱ劇場で初手で。佐藤花穂って聞き取りにくいんだ。やっぱ佐藤花穂こととか言っとけばよかったですね。2回言えばよかった名前を。佐藤花穂こと佐藤花穂ですとか言っとけばよかった。2回言っとけばもう完璧だった。でもそんなことを考えてる余裕もなくて。でも今ってそういうこういろんな案がいっぱい浮かぶじゃないですか。だからもしそのステージ上でね、もうソロライブの日当日、皆さんこんばんは佐藤花穂ですって言ってみんながうえーみたいになったとしても、こう何何せーの花穂ちゃんとかこうできるじゃないですか。でも当時の私にはもうそんななんでっていうことしかできなかったからって思ったら、その時よりこう成長した部分はいっぱいあるから心配はしてないんだけど、もう劇場の一番最初に立ったもう思い出がそれなんですよ。もう12巻とかじゃない12巻はもう完璧だった。あのでも名前名乗るのがミスったから、その印象なんですよね、劇場って劇場広めってだからこう、もう大丈夫だと。それかはカホリンすごいです。だってみんなもう、うん、私が手振っただけでカホリンって言ってくれるじゃないですか知らんけどあ、やっぱ234エスケツイードジュンだったんだ。それだからこうもう名乗らなくてもこうカホリンってこう名前をちゃんと呼んでくれるってすごいことですよ。みんなよく覚えたね私の顔と名前をよく覚えてくれました、ありがとうございます。カホリンが可愛いみたいなって言うことあります？でもカホリンが可愛いだよね。カホリン可愛いの？がはない？カホリン可愛いなんだ。へえ。
カホリン可愛いなんだ。あるかな。ソラライブで言ってほしい部分はある。カホリン可愛いなんだ。どこで来るかは知らんけど。言ってくれるかな。でも王道で入ってるわけじゃないんですよ。ちょっとそれ言ってほしくて、あの曲尺を言ってくれる方の曲尺に変えてたりするので言ってほしい。何かな、何の曲かな。イントロ流れたらこれかもって思うかもしれない。ためらわないで。もうそれが聞きたくて、だからためらわないで。激しい曲は踊らない。こういうことはしない。ジタバタしたりはしないかな。楽しみ。ジタバタではない、一人じゃできない。あれはにもならないけど、なんだろう、スタンドマイクもない。ない。でもきっと大丈夫、みんななら。というわけでそろそろ配信終わろうかな思っております。みんなが見たい曲は一曲は入ってるんじゃないかなと思うよ。もう私の好みだから、私の好みとか私のこう声に合ったトーンの曲とか選んでたりとかするので楽しみにしててください。ツーショット撮影会も皆さんもうやばいよ。やばい。ツーショット撮影会、皆さんカウントダウン始まってるの。ありがとうございます。すごい、こんなにたくさんの方が会いたいと思ってくれてるなんて、どうしよう。どうしよう、照れる照れる。嬉しいです、皆さんのおかげで。あんなにたくさん部数があったのに
あと7部しかない。でも6月の15日の方はもう全部カウントダウンが始まってて、でも16日の方も結構カウントダウンが始まってるらしくて、いやー照れるうーん、嬉しい。みんなもっと来てくれるの、嬉しいありがとう。皆さんがたくさんこうツーショットしてくれ、あでもね聞いてね聞いてねあのソロライブのちょっと衣装は今回は着れなかったので、ちょっとロングロングウェイホームとか着ちゃおうかな、制服着ちゃおうかなとか思ってます。制服着るの照れる27になって制服着るの照れるんだけどっていう感じで、こうあのちょっとどっちか6月15か16、あのセーフ大好きなんですよ。だからちょっとそれはどっちかでちょっと絶対着ようかな、絶対着たいなーって思いながら見せたいなーうん、着ちゃうちゃんだよーって感じでもこう、これやってればなんかソロライブの緊張とかも大丈夫そうな気がする知らんけどでもこうそんな感じであの皆さんと会える日程もちょっと何着ようってちょっと私もちょっとあのいろいろ考えながらやってるので、皆さんぜひ6月のツーショット撮影会もまだまだお待ちしてます。今日のディグッタも見てくれてありがとう。あと7日、5月7日に道との遭遇に出演させていただきます。結構大変だった、結構大変だったけどちょっと私が予告でどこまで出てるのかわかんないんですけど、私がね人生であの一回行ってみたかった場所に行けたので、うわって思ってたけど、道が険しかったからちょっと大変だったけど、と途中からちょっと草むらに入ったら鼻水止まらなくなっちゃって、その日もう途中からもずっと鼻水止まらなくなっちゃって、最初は普通のこういう感じの声で喋ってるんだけど途中から超鼻声なの私みたいな多分豚草だと思う。私の花粉症が急に発動しちゃって急に声が別人になってるんだけど、1日で撮ったんだよ、1日で撮ったのに途中からめちゃくちゃ鼻声になってるんだけど、そこも見どころです。ぜひチェックしてください。はい、あとはディグッタはあと3日と4日だと思う。ちょっと曖昧でごめんね、台本に3日と4日って書いてあったから3日と4日だと思うぜひチェックしてください。そう、道との遭遇はロキポさんで8日から見れるので、ロキポさんでチェックできる。そんな感じでちょっと5月は慌ただしいですか、お互い健康に乗り切りましょう。
というわけで、あ、TVer でも、おお、ありがたいです。それでは見てくださってありがとうございました。ソロライブもお待ちしてます。生誕祭はね、ギュギュッとしてると思う、多分わかんないけど、こういっぱいあるじゃないですか、ソロライブ。ギュギュってしてると思う。上がんないけどね。あ、17は違うと思う。17は違います。ブブー。お楽しみにね。17、18、19がお渡し会があるので、その辺は違うかな。ブブー。ちょっと日にちの計算ができないんだよね。まあそんな感じだと思う。分かりませんが、はい、5月中になるんじゃないかな、まあ、ソロライブお待ちしてます。多分そう、ソロライブは一人だからいろいろペラペラとまあ誕生日当日だし、いっぱい思ってることを、まあ、話せるんじゃないかなと思うし、生誕祭もちょっとね、そこまで考えが追いついてないんだけど、まあでもどっちも大事なのでお待ちしてます。やんけね、見てくださってありがとうございました。皆さんたくさん寝て、たくさん食べて、はい、たくさん幸せになってください。ランキング見ます。1位、あー、ありがとう。2位、ポポポ、ありがとう。3位、あー、ありがとう。4位、ジュ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 、ありがとう。5位、ベベベ、ありがとう。6位、あ、ありがとう。7位、キキ、ありがとう。8位、ジェジェ、ありがとう。9位、あー、ありがとう。10位、タタタ、ありがとう。11位、ヒヒヒ、ありがとう。12位、キキキキ、ありがとう。13位、タッタ、ありがとう。男女芸の皆さんもありがとうございます。早く寝ます。明日もちょっと天気悪いみたいなんですけれども、お仕事頑張ってください。頑張るかほもまたね、おやすみなさーい。